どうも、もこと申します。ちょっと今回ですね、ベイブレードの動画初めて投稿していこうと思います。で、俺ベイブレードこの前タイボンっていうYouTuber のやつにちょっと結構もらったんですよ。彼もベイブレードもめちゃめちゃ持ってて、で家に遊びに行った時にめっちゃくれる言うからちょっともらったんですよ。で、その中からこれシューターも2個もらっちゃって、まあ俺遊ぶ相手おらんのにこうやって一人でも遊べるっていうね、状態なんですけど。これまず、エクスカリバー。これなんか結構有名な強いやつだし。エクスカリバーと、で、現環境で最強と言われてる、この、なんかデスなんとかっていうこのベイブレード。こいつらを、俺が自作自演で戦わせたらどっちが勝つんかっていうのをね、ちょっと今回検証していこうと思います。はい。で、ベイブレードって俺昔ね、もう、コロコロコミックで漫画大好きで読んでたんですよ。青木隆夫っていう主人公がおったね、なんか爆速ベイブレードだったっけ、なんかちょっと覚えてへんけど、こんな感じの漫画がコロコロコミックで連載してて、俺それで読んでたんですよ。まあそのコロコロにありがちなそのおもちゃで世界征服企むみたいな、そういう悪の組織みたいなのが出てきて、なんだかんだでもハッピーエンド迎えるっていう作品だったんですけども、なんかこれすごいよ。これでしかもこれ速度をなんか測定できる、ベイブレードを回した瞬間のこの速度を測定できるよう、こういうなんかデータカウンターみたいなのもついてたりして、なんか結構今のベイブレードはなんか進化してるんですよ。まあ、なんかそういう詳しいことについてはまだちょっと今後ね、動画内で伸びていこうと思うんですけども、ちょっと今日は、こいつと、このエクスカリバー、どっちが強いかっていうのをちょっと、一人で検証するためにやろうとかなと思います。じゃあまずもう、ちょっと時間差がどうしてもあるんで、じゃあまずはこのクソ強いと言われてるこっちの、やつから回していきます。もう一瞬でいくわ、じゃあ、いきます。え？ちょっと待って、今、なんか、コースアウトしちゃった。なんで、コースアウトしてしまいました、こいつが。ちょっと、やり直しで。従来の場合は、コースアウトしたら、もう、そこの存在で負けなんですけど、ちょっと今日はそこを多めに見て、ちょっとしっかり、これでもう一回いきます。ゴーシュートからの、からの、ちょっともう時間経ってる、ある程度回ってるんですけど、エクスカリバー投入。ちょっとこれごめん、ちょっとこれさ、これ俺さすがに時間空きすぎあれ、ちょこいつなんか違うな。ちょっと待ってね、ベイブレードいっぱいあんねんけどさ、これ足元がちょっと元々のやつじゃねえわ。あ、こいつだっけ？どれだっけ？なんか俺いっぱいもらったんだよな、ほら。めちゃめちゃベイブレードもらったんですよ、ほんとに。あ、これや。ごめん、間違えました。最強はこいつでした。最強のやつは。こいつや、確か。で、こいつと、今のベイブレードはね、さっき言おうと思ってんけど、この上の、ちょっと分解します？このまず下の足。と、中のウェイト、ディスク。で、上のこのフレーム、この3、もう、この3つしかないんですよ。この3つが、本当にこの簡単な構造になっていて、で、その3つは分解して、こうやっていろんなものと付け替えられたりするんですよね。よいしょ。そう、だから、もう自分だけのオリジナルベイブレードを作り放題なわけですよ。よいしょ。はい。じゃあ、ちょっと、申し訳ないです。分解されちゃった。こうやって、だから、組み立てるときに、こうやってガーってなっちゃうけど、まあでも、こうやってね、しっかりガチャってつけてあげればね、OK なんでね。はーい。よし、これで、じゃあ、もう一回改めて、ベイブレードいきますね。ゴー、シューツからの、うわ見た今の、片やコースアウトし、片や大破するっていう。ということは結果はこれ引き分けですね。引き分け。ちょうど皆さん、また次回のベイブレード動画でお会いしましょう。ありがとうございました。